seconds till firing time. Mark. Fiver. Four. Three. Two. One. こんばんは、エブリバディノーズ DJ の東雄一郎です。今週はちょっと変わった始まり方で、何をやるかというとですね、先週の連休中ねに、スタジオを飛び出して、マイクと MD を持って、外の音を拾いながら喋りながらっていう、なんか定点観測シリーズっていうのを今年になってから何回かやってるんですけども、今週はですね、今まで渋谷と新宿編っていうね、都会の中でいろんな音を拾ってっていう感じだったんですが、今週はね、ちょっと小さい旅に出て、連休中にね、貧乏旅行に出て、でその中から、お届けしようかと思ってますが、なんかドリーミングな感じの選曲になると思いますよ、なんとなく。音でね伝えきれない部分もあるんですけども、なんとなく、僕らが言った楽しい雰囲気をね言葉の中から感じてもらえればいいなと思いますが、それとグッドミュージックの、選曲でお届けしようと思います。ちなみに行った場所はですね、栃木県の足尾銅山のあたりから宇都宮を抜けて、まあ大体そうですね、東北に入る手前のところもいっぱいいっぱいまで、栃木県をメインにした旅ってでも行ったらいいんでしょうか。まあそんなところでお届けしようと思います。それじゃあゆっくりくつろいでね、もう連休も終わってまたバッと仕事だっていう人も多いと思いますが、今夜の土曜日、ゆっくりくつろいでこのエブリバディノーズ今夜聞いてみてください。それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。今週はですね、連休中っていうこともあって、ちょっと男2人でですね、誘われて2人旅じゃないですけどもね、ちょっと当てのない旅に出てみようかなというところで東京を離れてます。で今日はね、どこからお届けしてるかというと、この川のせせらぎが聞こえますか。噛んじゃった。ここはですね、なぜか、栃木県の足尾銅山の近くです。小学校の時に足尾銅山はその、鉱毒事件ということで田中正造とか歴史上の人物がいたりとか、なんか想像の街ではあったんですけども、いざね山もう明け方、今ですね、今日は5月の4日の明け方のもう4時過ぎだね、4時45分ぐらいなんだけども、空が白んできて、でなんかこう霧の中を山を越えてきたんですけども、晴れてみるとですね、川があって、なんか昔の船着き場のようなものがあって、で奥の方に、人の家がねあったりしたんで、入っててみると、今時珍しいね、そのいわゆるこう集合住宅というか、イメージするならばだいぶ古いですが、幸福の黄色いハンカチというね、昔北海道の鉱山を、炭鉱をねテーマにした、映画があったんですけども、そこの住宅街のような平屋がずっと続いてて、トイレがね3棟か4棟に1つついてるっていうような感じの、今時もう2001年だぜっていう感じのところに来てしまいました。さあ今日は、この2日間ぐらいですね、いろんなところに、新しい車とともにですね駆け巡っていこうと思ってるんで、その中でどんなことが起きるか少しずつお届けしたいと思います。それじゃあ今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。
今日は当てのない旅に出てまして、さっきはね足尾銅山のあたりの入り口だったんですけども、だんだん夜が明けてきたら本当にその昔の銅山の廃墟跡みたいなところにさっき行き着いてしまいまして、すごいね、ちょっと言葉だけで伝えるのはすごい難しいんだけども、本当に廃屋というかその明治、いやもっとそれ以前の時代からこう銅を精錬してたような場所があって、本当に廃墟で最近人が足を踏み入れたような景色は全くない場所で、その後こんなところでなんか撮影、映画の撮影とかやったらいいなっていうような場所だったりしたんだけども、一両編成のねすごい足尾鉄道みたいな電車があって、それが通り過ぎたりして、でそのもっと電車の終点の終着駅の先にですね今来てて、銅がこう本当に切り取られたようなね、ハゲ山、もう岩肌が今ここ、川べりなんだけども、銅が掘り尽くされたようなそういう場所に来て、なんか霊的な、僕は霊感とかないけど霊的なね雰囲気さえ
漂ってくる場所だよね。うん、すごい。これを絵で見せられないのはすごい辛いけど、まあ、とりあえず歴史と、しか歴史があって、だけどもなんとなくこのちょっと今日の曇った空の雰囲気が、この街の空気を伝えてくれてるような、なんてね、そんな感じがします。
もう上がれないんですか今。それで立ち入り禁止入るダメだよ。お座りしてない。あのこの人が行くとこういう観光で一人700円と入港できる。ここにね、このちょっと上行ってあの左側ある人入るとこがあるんだけど中は入れないですよ。もう脆くて中なんて入ったらもう崩れそう。もう崩れて。もう山は歩けるような場所ない。山の上を歩けるような場所はありますよ。これから足を一周というところがあるんですよ。これからどんどん行って、はい、あそこ行くと煙突があるんですけど、ま、はい、っすぐ行くと2つにあのロータリーがあるんですよ、はい、左行くと この山の裏にずーっと出て足を一周できるんですよ。甲信山という山がありますし、はい、それであのこの古川がありした時は3つ この山の中入るところがあるんで、はい、本山というところがそこなんですよ、はい、この山の向こうには小滝っていうところがあって、この下の通道っていうところは道山観光で、今観光で見せてるところなんですよ。3つ入るところがあったんですよ。そうですか。で、そのやつがみんな穴で全部つながってるんですよ。で、中に全部電車が入ってて、だからこの裏に行くとですね、もうあの一周できる道路、はい、もうほとんど舗装されて、車で行けるようになってるんですよ。あ、そうですか。はい、あそこに今ちょっと曇ってるんですけど、足で一番高い山っていうのが、その山の向こうに備前岳っていうのがあるんですよ。あ、そうなんですか。それが一番足で高い山なんですけど、そうですか。だから結構くるっと回ると、そうだな、7キロぐらいあるかな、ぐるっと回ると、ハイキングコースになってるんですよ。あ、そうですか。このだいぶ手前のとこに、はい、昔のその銅山の廃墟みたいなとこがあったんです。工場みたいな。あそこはもう動いてないんですか。あのこの下に的駅っていうところがあるんですよね、ええ、そこは同じ古川でも、はい、銅山に関係ない仕事を今でもやってるんです、うん、銅山関係ない。そのもっと手前ですかね。あ、もうどこだと思う。 なんだろう、足尾の駅の手前の駅は何て言うんですか。手前の駅は通道です。あ、通道の、あ、通道の手前、さらに手前の駅は何て言うんですか。なんか中祭って書いて、あ、中祭、中祭っていうのはそこの左側にですよ、メールの山のとこに、あそこがこういう校内の中から取った鉱石を選別する選鉱っていうんですよ。あの選別する鉱石って書いてある選鉱っていう。あ、それ今あの山のとこちょっと崩れたようなとこがあるんですけど、あれはもう今も全然だからあの銅を取ってないですから、うん、もうその工場も全然やってないんです。そんな感じ。ちょっとね、なんか、はい、あの上に結局山からこれから取ったやつをあれして選別して、あのカスになったやつを振って、野球場が、足尾で野球場ができたとか高いところにある。 ありましたね、はい、グラウンドが、はい、あ、じゃあみんなこのいらなくなったかあれを振ってて、だんだん広くなって山あったんですよ。それを削って野球場を作ったんですよ。あ、そうなんですか。じゃあそこはもう廃墟なんですね。そうです、そうです。ちょっとね、ちょっと入ってみたんですけどね。本当は怒られちゃいます、入っちゃったら。うん、そうですね、うん、でもそんなにはあ、危ないとこじゃないですから。山はもう完全に歩いてたら怒られる。いや、大丈夫ですよ。あ、無理し、これでもこんな山そこら辺歩ったらもう、いや、これは危ない。みんな岩が死んでますから。これは危ないよ。危ないって。ちょっと雨が降って石がガラ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 。これ全部人が掘ったんですか。です、人が、人の手で手掘り、はい、じゃもう本当に人の人一人一人 この力みたいな跡なんですね。削った、人が一人一人削った。外はほとんどやらないですよね。あ、中側ですか。中です。あ、外はじゃあこう自然にできた。そうです。それであの、結局銅を取って、硫酸っていうのが出るんですよ、硫酸。その煙でみんなこの木が枯れちゃったんですよ。はあ、枯れ木、ハゲ山になっちゃったんですね、はい。この手前とかね。そうですね。だからこの山の裏は煙がいかないですから、もう緑あるんですよ。それで今立松和平さんが先頭に立ってこの上、はい、食事やってるんですよ。食事ね、有名ですよね、あの人が先頭に、あ、木を植えてるんですね。緑を増やそうとして、この奥行くともっと木が全然ないですよ。さ、なんか本書かれてましたよね、最近、っていうか田中正造さんの、まだ先月の22日ですか、はい、食事祭って来て2000人ぐらい来たんじゃないですか。あ、そうなんですか。で、木植えるんですけど、ここには鹿が多いんですよ。鹿が多いんだ。鹿があれして3年ぐらい、これぐらい経ったと鹿の絶好の餌になって、あ、食べちゃうんだ。目をみんな食っちゃうんだ。だから厳しいんだ。だから
今年の冬までに300頭ぐらいですか、鹿、みんな鉄砲で撃って。そうなんですか、ね、それでも、あれですか、鹿この辺まで出てきますからね。あ、本当ですか、ね、しかも、あれあのカモシカっていうのは天然記念物になってるんですけど、うん、あれはあの夜行性ですから、夜にじゃバーン飛び出してきて、それでもう昼間になるともう山上上がっちゃいますから、だから日本鹿はいますよ、いっぱい。あ、日本鹿は。道山、いつまで動いてたんですか、道自体は。産業昭和48年です。48年。48年に A さん。あ、そうですか。でも27年ぐらいね。じゃあもう当時働いてらっしゃった方っていうのは、みんなもうあまりいらっしゃらない。そうですね。この辺には、もうおじいさんとか、もう残ってる人はもうほとんどおじいさん。もうよそにみんな出ちゃいましたよ、でもなんか多少長屋とかまだ人住まれてるようでしたね。この上にあるんですよね。とかちょっと下の方にもちょっと 長屋あるじゃないですか。道山通道っていうところの観光のあれもずっとあったんですけど、今どんどん壊して、ちょっとみっともないって言うんで。そうですか。ね、でも まだ住まれてる方もいるんですよね。います。ね。で今もうあと1年か2年にはもう全部あれがなくなって。あ、そうですか。みんな新しい家になるんですけどね。あ、おはようございます。あ、昔から住まれてるんですか。私はそうです。あ、そうですか。横浜です。うちはもう、もうこっちのおばあちゃんもそうですけど、昔から商売やってる。あ、じゃあもう銅とかに携わってお仕事されてたんですか。いつも一緒なんですよね。仲良しなんですね。ただ今日当たり行くと肉行ったら混んでどうしようもないですよ。そうですね、早めに抜けた方がいいね。車行くでしょ。もう肉も、いやー、そうね、足尾温泉聞いて、どんなとこ、足尾最後に足尾温泉でこの裏です。裏にこっちから行けます。行けます。車で行きますから。あ、どうもすいません。国民記者と一緒になってますから。あ、そうですか。はい、あの、あれです。はい、わかりました。あ、もう今車でずっと回る。そうですか。すいません、お引き止めして。そこで回れますよ。あ、はい、ありがとうございます。すいません。どうも。お気をつけてください。オスとメスですか。いやいや、違う。オス同士だけど、ね。オス同士だけど。仲良しな。あ、じゃあね。じゃあどうも。はい、お気をつけて。はい。撮りました。うん。とりあえず貴重な話をね、願ったり叶ったりの足尾銅山の歴史なんかを聞いてみました。まあ興味ある人いるか分かんないけど、とりあえず俺たちは楽しかった。同行のひな君と一緒に来て聞くとすごいリアリティあるよね。リアリティだね。はい、さてこの話の後には何の曲が合うんでしょうかね。
今回の、旅はね、とりあえず足尾銅山抜けて、その後宇都宮に行きました。宇都宮に来てね、宇都宮といえば皆さん知ってると思いますけど、あの餃子なんですよね。まあ、バイクがうるせえな。でね、宇都宮のこう地元の女の子に、アンケートを取りながらですね、どこの店がうまいかなんていうのを探りながらですね行ったんですけど、こう一番有名なミンミンというですね、お、宇都宮ナンバーワンギャルじゃないあれ、すいませんねえ、とりあえずパルコがあったりとか、まあ割と基本的な地方都市の機能は備えている宇都宮ですが、まあ餃子あれだけねメディアで取り上げられているのならば、どれだけ美味しいかと思ってですね、かなり期待して、何軒か回ったらですね、1時間半待ちのとことかありましてですね、そんなところは食えないっていうところで、味噌汁亭というね水餃子の美味しいところを、割と人が少なめのところ行ってみたら、そこが結構まあまあ当たりで、でもな焼き餃子食わなきゃなちょっといかんなというところでですね、焼き餃子の喜楽、最初に行った時にですね、かなり並んでたのね、30人ぐらい並んでて、これはいいのかななんて思って、まあ中も渋めの感じで、イチローのサインなんか置いてあったりなんかしてですね、そこに行きました。で、時刻は3時前に行ったらもうランチタイムは過ぎて、かなり空いてたんですよ。行ったらですね、これがもう実名報道しちゃってますからもういいんですけど、正直言ってですね、まず王将、ある人同行のひな君曰く王将の餃子の方がうまいというぐらいの感じで、宇都宮で食わなければこんな餃子まずいぞ、ただ460円で餃子ライスだからいっかみたいなぐらいのレベルでした。まあこう何なしにこうね腹が膨らむんでしまいましたけども、あ、なんかサイクル野郎の少年たちがいますね。今車を走りながらこう喋ってるんですけども、そう、それでね、最初のね味噌汁亭でね出会ったね、これ非常にねこう美しい現代の数少ない残された家族の姿、お父さんお母さんと中学生と、そして20歳ぐらいの男の子と、あとおばあちゃんが5人で東京から餃子を食べに来てました。でその人たちと、まあ、その味噌汁亭で一緒になったんですね。そしたらですね、その後僕らが喜楽で食べた後にですね、その人たちも同じルートをたどって喜楽に来てました。そしたらですね、どう美味しいって聞かれたんですよ。思わずここはやめた方がいいよって店の目の前で言ってしまいまして、あとお互いに情報交換をしてですね、情報交換をね、したらそのミンミンというね一番地元の女の子たちが美味しいよって言ってくれたところはまずいと、1時間半並んでもというところでね、結果としてですね、現在、うまい餃子っていうのはですね、宇都宮っていうのはやっぱり違うんじゃないかと、ところで、決定します。神保町のスイートポースというところの餃子が一番美味しいんじゃないでしょうか。まあ皆さんも自分の舌と足で確かめてください。言い忘れましたけども餃子の味も大したことはありませんが、宇都宮のギャル質もですね、本当もうこれ宇都宮出身の人とかあのゆかりある人聞いてたらごめんなさい、ダメです、どの子もいけてませんでした。以上宇都宮レポート。これから我々は、福島の方に行こうかなと思います。せやな、ピピ鳴らすな。 OK、
今夜のエブリバディノーズは旅に出てます。でどこにいるかっていうと栃木県のね黒磯市の、いろいろ回ってきて足利ですね、最初はね出発したのは東京からで、その後は足尾銅山に行ったりとか、そして宇都宮で餃子食ったりとか、いろんな一日がありましたけど、今は栃木県の黒磯市っていうところにいて、で人里離れたところでですね大渋滞をくぐり抜けて、今これ川の音聞こえるかな、そう川の音と車の中から、音楽を流しながら自然といろんな音をマッチさせながら、バーベキューというかですね男の鍋をですね作って、楽しみました。多分ねここは本当天狗でも出てくるような深い深いこう山奥、まあ今日はね今はね真夜中っていうか夜中だから分かんないかもしれないけど、明日朝起きたらですね、もっとしらけてゴミがいっぱいの、キャンプ地みたいなところかもしれませんけれども、まあ、ただ、これからもうね今日は疲れたんでほとんど24時間運転してたんで、ダムが放水して、僕たちが溺れて死なないければ明日もまた最後旅の途中の報告を紹介しようかと思います。火がねすごい、火がねすごいキャンプファイヤーで、なかなか素晴らしい夜を、ただ男2人ってのが残念かね。
今夜のエブリバディノーズはゴールデンウィークのね5月の4日3日の夜中から出かけて4、5とですね、まあちょっと友達と2人で近場で当てのない旅に安いお金で行ってみようかなっていうところを、行き当たりばったりで、まあ音でどれだけ伝えられるか分かりませんがお届けしてみました。いかがだったでしょうか。まあ、車の旅っていうのはね、割と渋滞に巻き込まれたりとか、あんまり人との出会いが少なかったりとかね、いろいろ、普通の電車の旅に比べるとハプニング性は少ないんですけども、まあ、そんな中でも結構いろいろあったんじゃないのかなと思います、まず最初はね、足尾銅山っていう、わかりますか、栃木県の、まあ、鉱山の跡地のあたりに行ってみたりとかね、その後宇都宮で餃子を食べてまず買ったりとかで、栃木の山奥で一日テントは張りませんがキャンプをしてみたりとかね、まあ短い時間の中でもね結構楽しかったと思います。まあなぜねこんなようなことをね、MD で録音して音楽とともに皆さんにお届けしたかというと、まあ気軽に行こうと思えば旅も行けるんだよっていう感じでね、地図を見ながら、標識をたどりながらね、自分の身近な行動範囲からちょっと飛び出ればいろんなところに遊びに行けるんじゃないのかなと思って、まあ、それを実践してみてね、映像じゃない音の世界で楽しんでもらえればよかったなと思います。で最後最終日今日はね、茨城の方に出て、茨城行ったのは初めてなんで、茨城か行ったのは初めてなんですけども、なんとなくね、道が一本でいくつかの川を渡ったりとかって車がすごい混むところで、まあ、連休の、最後の方だからっていうのもあるんだけども、なんとなく渋滞に巻き込まれて運転長かったな、疲労が、溜まってますっていう感じですが、そんな旅をした人は他にもいるでしょうかね。最後は松戸の方で、ラーメンを食べてみたりなんかしたんですけども、なかなか美味しいラーメンにはぶち当たんないなというところで初めて千葉のラーメンを食ったわけですが、千葉のラーメンのレベルはまだまだとか勝手にコメントさせてもらったりしますが、さて、またこういう風にね身近なところに旅に行った時に MD とマイク片手にいろんな音楽とともにドキュメンタリーでお届けしようかと思います。また来週からは通常のスタイルのエブリバディノーズをお送りできればなと思っております。お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードでバイバイ。And I were tired. We had walked and we had scrambled through the moors and through the briars, through the endless blue meanders. In the blue August noon, in the cool August noon, over the nights and through the byres, we went surging down the wires, through the towns and the highways, through the storms in all their thundering, in the blue August noon, in the cool August noon. Then we rested in a desert where the bones were white as tinsel, and we saw Saint Elmo's fire splitting irons in the ether.